イアン・ポールターは、イングランド・ハートフォードシャー州ヒッチン出身のプロゴルファーである。イングランドを代表するプロゴルファーの一人として活躍し、独特なファッションスタイルでも高い人気を持つ選手である。ハートフォードシャーのスティーブ・ニジにあるバークレー高校を卒業後、1994年にプロ転校、欧州 PGA ツアーのクオリファイングスクールを4度受けた後、2000年から、 ヨーロッパツアーに参戦し、同年10月末のイタリアンオープンで初優勝を飾った。それ以来、彼はヨーロッパツアーで通算12勝を挙げている。2001年11月、ポールターは日本の太平洋クラブゴテン場コースで開かれた EMC ワールドカップにイングランド代表選手として参加し、ポール・ケーシーとのコンビでプレーした。イングランドチームは4日間通算21。 アンダーアッパーで回り、首位タイで並んだ4チームと3打差の単独5位に入った。それから3年後の2004年、ポールターは初めて、ライダーカップのヨーロッパ選抜代表選手に選ばれ、チームの勝利に貢献した。2007年から、彼は、米国 PGA ツアーにも参戦し、その年は両、ツアーともみ勝利で終わったが、11月のダンロップフェニックストーナメントで日本初優勝を、 飾った。これは彼にとって2001年のワールドカップ以来6年ぶりの来日であり、国際トーナメントでの初優勝でもある。ポールターは2008年の全英オープンで2位に入り、この大会でゴルフメジャー大会自己最高成績を出した。彼のスコアは7オーバーパーで、大会に連覇を達成したパドレーグ・ハリントンと4だ差の単独2位だった。この活躍が評価され、 2008年ライダーカップのヨーロッパチームメンバーにキャプテンのニックファルドからの指名選手として選ばれた。2010年のアクセンチュアマッチプレー選手権では決勝戦で同じイングランド出身のポール・ケーシーを4から2で破り優勝した。同年のマスターズでは2日目を終えて首位タイに立つ活躍を見せたがその後スコアを伸ばせず10位タイで終えた。This was not APGA ツアーイベントイン2012イットワズ A r o ロピアンツアーイベントポールター S ウィンワズカウンテッドアズヒーヘルド APGA ツアーカードランナーズアップフィニシャスはカウンテッドオンザヨーロピアンツアーノットオンザ PGA ツアー PGA ツアープレイオフ記録1アジアンツアーとの共催ありがとうございます